リンゼンゲリヒトは、ドイツ連邦共和国ヘッセンシューマインキンチィヒ軍に、属す、マチソンで、シェルクリッペンとゲルンハウゼンとの間に位置している。リンゼンゲリヒトは、北はゲルンハウゼン、東はビーバーゲミュンと、南はガイゼルバッハの森、西はフライゲリヒト及び、ハッセルロートと境を接する。リンゼンゲリヒトは、アルテンハスラウ、アイデンゲゼス、ガイスリッツ、 クローセンハウゼン及びリュッツェルハウゼンの各地区からなる。調整の庁舎はアルテンハスラウ地区にある。自治体リンゼンゲリヒトは1970年にそれまで独立していたアルテンハスラウ、アイデンゲゼス、ガイスリッツ、クローセンハウゼンの4町村が合併して成立した。その1年後にリュッツェルハウゼンが加わって新たな自治体となった。町名の候補としては リンゼンハウゼンの他にビルケンハインがあった。ヘッセン州政府はリンゼンゲリヒトの名が歴史的に適切であると判断した。名前を挙げたゲリヒトアルテンハスラウの骨の球長村はその位置や歴史において互いに緊密な関係にあった。このゲリヒトはリンゼンゲリヒトとしても知られており、1240年9月20日付の文書に初めて記録されている。 林前ンンゲリヒトという地名の成立には諸説ある。林ン,ンゲリヒトという解釈がある。自由裁判所とする別の説もある。さらに他の解釈では、現在の町域では多くのレンズ豆が栽培されていた。現在も多くの地名がこの説の正当性を支持している。もともとこのゲリヒト、ハゼーラは自由帝国領であり、皇帝のみの支配下にあった。13世紀にはこの地域は、 ビルツブルグ司教の支配地域に入っていた。トリムベルク騎士カが司教からこのゲリヒトを霊園として獲得した。ゲリヒトの住民の権利と自由は、ゲリヒトの森に関する権利を除き、徐々にトリムベルク家のものになったが、その後本エップシュタイン家やハーナウ家のものとして失われていった。下級裁判権はアルテンハスラウの裁判所所在地で選出された。 チェエントグラーフがこれを行使した。30年戦争は、ゲリヒト・アルテンハスラウの村々に、多大な災厄をもたらした。戦争が最悪の状態になる、以前の1632年の名簿によれば、アイデンゲゼスには43個、ホーフ・アイヒア・アイヒア・アミューレを含むガイスリッツには32個、アルテンハスラウには30個、グローセンハウゼンには22個、 リュッツェルハウゼンには14個の家があった。全部で141組の夫婦がいたと記録されている。最悪の被害は1634年から1635年にもたらされ、戦争が終わった1648年にはわずか14家族が住むだけになっていた。時代の流れとともに、いくつかの村はチェントハーゼラ管区から徐々に分離されていった。村の境界は、はじめは、 農地、草地、荒れ地,地、森などの柵が目印にされた。教会の外は、現在もゲリヒツバルト付近の傾斜地がそうであるように、共有地とされた。アルテンハスラウ主任司祭管区は、現在も古いゲリヒト管区、ハーゼラウ及びその住民共同体の地域と一致している。臨前ゲリヒトの町役場臨前ゲリヒトの町議会は、27議席からなる。 町長のアルベルト・ウンゲルマンは2008年3月2日の選挙で56.4%の票を獲得して2期目の任期を務めている。ありがとうございます。